じゃあ、第2話ね、なんだ、セカンドキャリアについて聞きたいと思います。あ、そうか。カタール富山の柴崎選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい。2年ぐらい前に、ヴェルディの時に、カジと栄光ちゃんと3人で話したと思うんだけど、うん、その時は、千葉はあれだよ、セカンドキャリア、ヴェルディで何かやっていきたいって言ってたけど、うんうん、戻れるなら戻りたいの、今も。今じゃないなって、今はそういうチームを作ってないっていうか、ヴェルディ、今までのヴェルディ色は多分消してるだろうなっていう編成だと思うし、まあ、チーム作りも今までとは違う感じだし、多分今自分が戻る場所はないなと思うし、そこは別に冷静にこう冷静な目で見れるというか、セカンドキャリアとして千葉今はどう考えてるか、ちょっと、まあ、引退するんだったらそのやっぱその強化のところをやりたいなっていうのはやりたいと思ってて、まあ、まず監督とかそういうのは全く興味ないし、うん、キーパーコーチはいいなと思ってた時期はあるけど、キーパーしか見れないところもあったり、やっぱこういろんな思いの中でチームなんて言ったらいいんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、こう今までいたチームでやっぱいろんな思いがあるから、うん、そういう強化に入らないと、強化みたいなところに行かないとチームを変えることはできないな、チームを動かすことはできないなっていうふうに思ったんで、でもあとまあすごい、まあ、中にはこう自分のことしか考えてない強化の人とかいるじゃないですか。ああ、まあまあまあ。チームを強くしたいとかじゃなくて、なんか自分のためにやってるような人が何人かいたから、今まで。うん、そういう人たちを なくしていきたいというか、いなくなった時から戦っていきたいなっていうのは。でも、芝とかでも結構いろんなチーム行ってるからさ、パイプはありそうだよね。だから、そういうところで勉強をまずしたいなっていうのは。お前何歳まで やるとかって決めてんの？決めてないの？決めてないっす。ああ、でもとりあえず練習できてんだもんね。まだやりたいよね。そうっすね。まあ、多分いつ辞めても、なんか、なかなか、すげえやりきったっていうのは多分ないと思うから。まあ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 。それはそうです。そこで決断をしなきゃいけないなとは思うんですけど、まあそんな長くないかなと思います、でも。ね、キーパーで最年長っていうか、もう本当に長くやった人って何歳がいいの？今だと、まだ、ゆうたさん、南ゆうたさんとか。ああ、やべえ、ゆうたがいた。ほんとだ。はい。ゆうたさんと、うん。あと、水戸の本間さん。あ、ああ。まだやってるんで。え、まだやってんの、あの人。まだやってますよ。今年も試合出てますよ、確か。マジであの人上だよね。俺の多分一個上だよ、多分。そうっす。なんで、まあそこまではあと無理だと思いますけど。とりあえず芝できるとこまでやって。そうっすね。まあタイミングもあると思うんで。ああ、まあまあね。その、うん、今、今年だったら、お前強化入れてやるぞって言ったら、うん、即やめる？いや、僕は。やめないけど、どうなんだろうな。でもまあ、ちょっとそっちに気持ちが傾くようならやめた方がいいなと思うし、そこはこれからじゃないですか、11月、12月とか、どう思うかだったり、息子はやれって言うと思うんですけど、ああ、そうなんだ。息子はね、やめないでほしいっていう。へえ。めっちゃいい話突っ込んでくるやん。ただお父さんがサッカー選手で自慢できなくなるっていうから。そういうことか。ふざけてるから。結果自分のことしか考えてないやつ。そういうこと、そういうこと。じゃあサッカー以外は考えてない？まずサッカーに携わりながら、
他のことは今から始めようかなっていうのはあったりするんですけど、商売と してじゃなくて、なんかこう今まだサッカー選手だから、プロサッカー選手として動けることって、まあいろいろあるなって、特に単身赴任で時間があるんで、いろいろ考える時間があって、ちょっといろいろ最近動いてるんですけど、子供たちに対して何かできたらなっていう気持ちがあって、思いが、その調べていくと、なんかいろいろあるけど、子供食堂とかあるじゃないですか、例えば。ああ、そういうことね。うん、そういうのがあったりとか、まあ子供たちに対してこう何かして、まあ将来ね、将来ある、その将来を背負っていく人たちに対して先に投資するわけじゃないけど、まあ、サッカー好きになってもらったりとか、スポーツ好きになってもらったりとか、例えばこの一人だから、今一人で食事とかしてると寂しいな、最初は全然気にならなかったけど、うん、一人でご飯食べてると寂しいなと思って。いや、どうじゃねえよお前、何どうだよお前、ずっと一人だよお前。あ、そうだよね。いや、だからそう、だからそういう、ほら、子供のうちから、ほら、そういう子もいるって聞くから、なんかそういう子たちがこう、なんかちょっと集まれるっていうか、みんなでワイワイしながらご飯食べれることがあったらいいなとか、なんかちょっと今そういう活動を、実はそこに力を入れ始めてるところで、でそれで協力してもらうのって、多分自分が引退してからだと、うん、なかなか難しいところがあると思うんで、はい、やっぱ難しいですよね、うん、だからまあそのプロサッカー選手としてこうお願いして、うん、まあその協力してくれる人たちにもちろんお返しをするって形を取りながら、こう最終的には協力してくれる人たちでまた何かできたらいいなっていう活動を しつつあるというか。おお、いいね、しばちゃん、ぜひ協力してください。はい、全然長野のフットサル F リーグ、そう、 F リーグの会場で子供に食事を振る舞うっていうのをやるんですよ。でもまだそこには俺は協力してるだけであって、うん、そこに行くわけでもないし、うん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 、名前も大きくは出さないんですよ。ただ、うんうんうん、実験的に、J リーグでやるのすごい難しくて、なんかスタグルとかあるじゃん、スタジアムとか、ね、だったりスポンサーの兼ね合いだったりとか、うん、あるから、そう簡単にはできないみたいなんですよ。だからこそ、だからできる場所でまずやってみて、うん、多分確か100人におにぎりとスープを提供するのかな。で、個人的には、子供食堂、こっちでは子供食堂に、この足らない野菜だったりとか、なんか、こう、希望を聞いて、縁があるところに、こう、配っていくっていうか、渡していく。そこから始める、こっちは。で、ほら、試合に招待とかもできるし。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。超面白そうじゃん。俺がちょっと言ったらリアルになりそうだもんな。俺ずっと一人で飯食ってて、つってな。そうだろうなと思って。こんな思いは子供にさせたくありません。で、ほらシングルマザーとかさ、ね、ちょっと家庭とかね、特にそうだっていうから。ああ、確かにね。ちょっと面白い感じで、全然まとまんない感じで話が終わっちゃうんだよ。これどうすれんの、ね。